やっぱり実際の製品を並べてもらってみるとワクワクするというか、ここに行ってみたいなっていう気にもなるし、これからもそういう風な対面開催を私は参加したいなと思いました。自分がどのフィールドで今までやってきた経験とか知識がどういう形で活かせられるかなって考えて聞いてました。さらにまた関心度が上がりました。周りの同じ同世代の学生さんたちの一生懸命取り組んでる姿とかを見て、今日を機に頑張ろうって力が湧いてきたって感じですね。